ジャワ以外において海の港、発電所、空港、有料道路の整備を必要としています。これを行うことによって格差を抑えて国民を中心として新たなセンターラ首都移転スマート空港をブラジルでやっております。ウィドとジョコイ大統領4億5000万のグリーンポンドで地熱発電、さらにこうした投資は国のための繁栄を提供しないと我々のインパクトは限定的でしかありません。だからこそこのパートナーシップ PGII が重要で、 PGII の投資が重要なんです。今日は PGII の2年目今日から始まる中で、我々の投資の極大化の方法を探しましょう。極大化であります。つまり一つのプロジェクトだけ見るのではなくて、地域全体にインパクトを及ぼすようなプロジェクトにもっと投資していきましょう。そして公的民間資金をもっとたくさん動員しましょう。そして一緒に民主主義は結果を出すんだということを立証しましょう。繰り返します、民主主義は結果を出します。我々は成果を出さなくてはならない。世界中の人々のまた3億5000万ドルの風力発電、北東をブラジルでやっております。ウィドとジョコイ大統領4億5000万のグリーンポンドで地熱発電をインドネシアでサポートしております。こういうことをやっていて誇りに思っております。世界中で活動しております。でも資本ルール、そして自己資本のルールに関する解釈を世界中で共通化するということも一つであります。こういったルールに関する解釈の世界的な共通化によりまして短縮しなくてはなりません。例えば書類要件を合理化する、簡素化する、下がります。新興市場のインフラ投資をする上でコストが下がります。2つ目の提案ですけれども、 PGII がサポートを貢献しました。そのことによりまして QII 原則を220億ドルの世銀プロジェクトにおいて取り入れ、発言をお願いいたします。Terima kasih, Perdana Menteri Kishida.岸田総理大臣、手で任せありがとうございます。各家インフラ開発、例えば港湾、空港、有料道路、発電所などの投資は我が国にとって最大のアジェンダです。それを土台基盤として前進発展をし、平等な社会にし、国家として競争力を高めたいと思っています。従来インドネシアのインフラ開発についてはジャワ島に集中しておりました。1万7000もの島がある中でジャワだけに集中しており、最終的には人口の 56% がジャワだけに集中をする結末となり、 58% の経済活動がジャワに集中することになってしまいました。このような格差、偏りをインフラ開発で是正をしたいと考えています。ジャワ以外において海の港、発電所、空港、有料道路の整備を必要としています。これを行うことによって格差を抑えて国民を中心として新たなセンターラ首都移転スマートシティを整備したいと思っています。 70% はグリーンゾーン、 80% エネルギーは再生可能エネルギーを使うことになっています。これが私どものトランスフォーメーションの証しとなりまして、対外協力に広く扉を開かれております。交通、運輸、保険、ハイテク、ファイナンス、教育、観光、投資をお願いしたいと思っています。財源、インフラ投資のためのファイナンスについて国家予算を投下し、国有企業も参画しています。努力が行われており、投資家、民間の参加を求めており、 PGII をサポートしております。具体的な投資あるいはイノベーティブなファイナンスを期待しています。ぜひコラボレーションをし、福利厚生を上げたいと思います。
はい、ジョコ大統領ありがとうございました。続きましてコモロアザリ大統領から発言をお願いいたします。ありがとうございます。成長、また中間層の優良な雇用を生み出し、全世界で貧困を下げてきます。昨年11月 G20 において7億5000万ドルの自己資本増資を開発金融計画フィンデフカナダに発表いたしました。インフラ投資をインド太平洋それ以外の地域でも、そして G20 やアフリカとのコンパクトも大事だと思います。説得することが大事です。イタリアは保証してサポート提供して EU グローバルゲートウェイを通して恒久的なインフラが整備され、大事なのは地元に価値を生み出すことです。ゴールを実現するためには民間が必要です。つまり何百億から兆単位にするために民間の皆様にご参加いただいています。皆様、私どもが長期的にコミットしていることを確認をしたいと分かっています。そのとおりです。グローバルゲートウェイというこの一環のイニシアティブについて90プロジェクトを世界各地でスタートしております。3つだけ紹介いたします。ナミビアにおいて民間投資の保証をグリーン水素で行っています。ゴールとしては2つあります。クリーンエネルギーをナミビアのために、かつ新たな歳入を生み出すことです。それによってグリーン水素を例えば EU なら EU に輸出を可能とすることです。ルワンダです。ワクチンメーカーと連携をしておりまして、メッセンジャー RNA 技術をルワンダに導入いたします。皆さんとルワンダ、民間とルワンダが一緒になれば命を救うようなワクチンを自らの地域のために製造ができるようにです。フィリピンにおいてはコペルニクスサテライト、初の地球観測、東南アジアにおける初の地球軌道です。ここにノキアが 4G、5G 以上をもってサイドイベントを終了させていただきます。皆さんどうもありがとうございます。そして時間が押していますので、次のセッション7に出席される首脳およびマルパス総裁は、このままこの席にお残りいただきたいと思います。ご協力をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。